人事部長ユーーーチュバのすみつるです、えー、先ほど岡山からですね、えー、横浜に戻っていきました。まあ、ということでちょっと配信したいと思いますけども今日はあの新幹線でですね読んでいたこちらのですね「えー、入社3年目までに身につけたい上司のトリセツ」です。著者は横山信春さんという方です、まあ、実はあの私の師匠ですね。まあ、勝手に私が名乗ってるんですけども、えー、私の心の師匠です。 日経 BP 社から出ておりますでこの横山さんという方はですね非常にユニークな方で、まあ、元、えー、上場会社の役員や、えー、社長グループ会社の社長をやられていたりとかしてた方で。 でえー、っと今はですね独立をされていて横山塾という塾をされたりとかあとこういう執筆活動ですね本を出されたりとかそれからまあ講演会とか活動なんかもされていらっしゃる方です。で経歴的にですね非常に面白いのがあの当時ですね当時横山さんが小学生の時に当時史上最年少の落語家になられた方です。で しかもですね、えっ、ー、と横山さんが小学生の時に入門された、えー、師匠にですね、師匠のところに、えー、当時京都産業大学を中退されて入門されたのが、まああの少福亭少福亭鶴瓶さんですね。だから横山さんからすると鶴瓶さんっていうのは兄弟子という立場です。年下なんですね。年下なんですけど横山さんが入門が早いので鶴瓶さんの兄弟子という。 立ち位置という当時はそうだったみたいなんですけどもでまあ本当横山さんのこの本っていうのがあの、まあ、入社3年目の人に読んでほしいっていう本であるわけですね。で要は若者の人たちが上司をどう扱っていくのか上司とどういうふうに対峙していくのかっていうような内容の本です。 でまあ、これ28のですね、質問があって、まあ、Q&A 方式なんですけども、だいたい質問が択択か4択あ質問に対してです、ね、3択か4択の答えがあって、まあ、どれかを選んでいくと。で、えー、一番、グッドな質、えー、回答と、バッドな回答があって、まあ、それもちょっとレベル感がいろいろあるんですけども、まあ、そういうような内容です。で、これはですね、うん。 すごく良かったなぁと思う点というのがあのやっぱり今の若い人たちってやっぱりなかなか社会性っていうかですねこう一般常識みたいなものを学ぶ機会が少なくてですね学生時代にまあ、アルバイトを仮にしてたとしても、まあ、なかなかその 一般常識みたいなものとか、まあ社,まあ、社会人として働く立場にいてですねどういうふうに気遣いをするのかとか、まあ、どういうふうに、えー、例えば報告をするのかとかそんなことをですねなかなか教えてくれる機会があ,のあまりないという状況もあってですねだから新卒で入社してもですねなかなかこう常識が分かってないっていう方が多いような傾向があります。 でこれはもう社会的にそういうような状況になっているので、まあ、ある意味致し方ない部分なんですけれども、えー、まあ、今やっぱり上司をする立場の人たちと関わっていくことにおいてはですねこの本をやっぱり読んでおくとおかないのとではですね大きく違うかなというふうに思います。でこの本がいい点はですね先ほど言いましたように28の説問があって Q&A 形式なんですよ。で なんかリアルにですねその、まあ、例えば職場に入った時の仕事を始めた時のイメージがこうつきやすいというところもありますのでこの本でまず最初に横山さんが言われているのは能力が同じだったとしても評価される人なのか評価されない人なのかによって、まあ、結果が変わるっていう話ですね。 まあそれは考えてみれば当たり前のことだとは思うんですけども本当に評価されるのか評価されないのかで大きく結果が変わります。でもっと言うとですねこれはちょっと私なりに読み,と読み解いた見解としてお伝えすると普段の小さな行いを大切にするかしないかっていうことをことがですねこれとても大事だっていうことを私は印象を受けました。 でまあ、例,えば例えばこの本に書かれていることをです、ね、一問だけちょっとお話しさせていただくと、まあ、一番最初に出てくるのはです、ね、電車が遅れミーティング時間に3分から5分ほど遅刻してしまいそうだとでこんな時あなたのとる行動はと、まあ、普段、まあ前提,として前提としては普段遅刻もしたことがない方が、まあ、たまたま電車が遅れてですねミーティングで3分から5分ぐらい遅刻しそうだと。 この時にどういうふうな対応を取るかという話ですね。で、4つほどせえっと回答がありましてですね、1つ目は5分遅れますと連絡を入れる。で、2つ目は10分遅れますと連絡を入れる。で、3番目は連絡する時間が惜しいので連絡せずに、とにかく急いで向かう。で、4番目はちょっと遅れますと連絡を入れるということなんですね。じゃあ皆さんは、 えー、この4つの中から、えーまあ、普段の行動からしてですねどういう選択をされますでしょうかでこれまあベストな回答は横山さん的には2という回答なんですねつまりまあ10分3分から5分遅れますっていう時に10分遅れますという連絡を入れるという話です。で一方でバットな,、えー、な回答は まあこれなんとなく分かると思いますけど4番目のちょっととと。遅れれますという連絡を入れるとこれはちょっとというのが受け手からするとそれが5分なのか10分なのか20分なのかが分からないですよね受け手によってはですねだからそれはまずバットなんですでもう一つ同レベルでバットなのは横山さん的に言うとですね1番の5分遅れれますす。とといいうう連絡を入れるという話ですこれはどういうことかというとですね 3分から5分遅れるからっていうところに5分遅れますって言ったらで5分で、えーまあ、実際に遅れて到着した場合にはまあそれはある意味あの範囲内の話じゃないですか。でそうするとまあ,、まあ、あの遅刻をしたという事実があの相手にしの心象にどうしてもこう印象に残ってしまうという部分はあると。だから 期待ある意味遅れてくる5分遅れてくることに対する期待通りのことなので、まあ、これはまあ,ある意味プラマイゼロなので、まあ、遅刻をししたというう事実だけが記憶に残ってしまうとで一方で2番ベストの回答ということでの10分遅れますっていう話はその。 5分遅れます3分から5分遅れますと言って10分っていうふうなことを言っておくと仮に5分で到着した場合にまあなんかだなななという風な心象になるとだから期待をそんなにせずに、えー、いたところに、えー、5分という遅刻だったのでこれがまあプラスになることはないのかもしれませんけれども、えー、まあ期待以上だっていうふうな ところまあもしくはちょっと推測の中でですね頑張っても走ってきてくれたんだなとかですねそういうふうに思ってしまうので、まあ、伝え方っていう問題ということですねだからなんか期待をさせないっていう部分ですかねあまりにも、えー、期待をしてしまうような言い方をしてしまうと、えー、まあ受けてからするとですね やっっぱり心象が逆に悪くなるっていう話ですねだからまあ評価が上がる神対応としては、まあ、どうしても遅刻してしまいそうな時は遅めに伝えて早めに着こうと <laughs> まあちょっとこれすごくテクニカル的な部分なんでしょうけども、えー、なかなかこんなことをですねふ、えーまあ、普段からやれる人は少ないのかなと思うんですけども、まあ、実際にやってる人もいらっしゃるわけですよね。 でそうするとやっぱり相手の心象とか印象が、まあ、変わってくるという話なんですね。でこういうことっていうのはですね一般的なビジネスマナー本みたいなものにはこれ載ってないです正直ですね。だからそういうまあもちろん大前提としては遅刻しないってことは大前提なんですけどもまあ、たまたま電車が遅れたっていうところの部分に対してどう対処するのかっていうことの本当にテクニカル的なことです。でやっぱりこの 本からですね事例からどん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 学んでいっていくとです、ね、そのわ多分今の例えば40代50代ぐらいの上司管理職の人からするとですね20代で新卒で入ってくる人たちに対しては、まあ、比較的このやっぱり数年ぐらいいろいろ若い人たちを見ている人たちからすれば、まあ、あまりこう常識がないかなとかこんなこと知らないんだなというふうに思っている上司が割と多いと思うんですよ。 これ社会のの世間のまあ風評的な部分も含めてですよでそうなると期待がそんなに高いっていう状態で上司は見てない可能性が高いのでこのやっぱり横山さんの本なんかを学んで実践してあの実践できるような人なんかは非常にこう評価が上がりやすいという状況になるかなと思います。 なので、まあ、ぜひこの本なんかをですね一読してもう心入社までにでですね入社までに、まあ、新卒社員の方ですね今の内定者の方はこういうのを読んでおいてですね、えーまあ、上司の心証を変えるように、えー、少し、ねえーまあ、あの準備をされていかれたらいいかなと思います。また、まあ、今もう入社されている方であればですね、まあ、このやっぱりこう上司の心証を変える一つのきっかけになる本ですのでね、まあ、ぜひ読んでみていただきたいなと思います。 はい、本日は以上になります。ぜひチャンネル登録をお願いします。